皆さん、こんにちは。アスキット投資クラブです。今日はですね、7242茅場工業の解説をしたいと思います。この前から8月5日ですね、場が引けた後決算を発表しまして、情報修正をねしております。で、翌営業日はですね、出来高を大幅に増やしてね、ギャップアップでこの直近のこの7月の高値をねしっかりと抜けてきております。で、翌日7日はですね、ちょっと上髭で抑えられてますけども、出来高もね非常にしっかりとついてきておりますので、この押してきたところはね、また買いが入りやすいんではないかなと思われますね。で、7日の日はですね、ちょっと上髭で抑えられてますが、これは6月の26と7月の29の安値を結んだトレンドライン、これに平行な線をですね、7月8日に当てていってます。当てて引いてるやつ、このチャンネルラインになりますね。で、そうすると、このちょうどチャンネルラインのね、ところの上限に来てますので、ここでね、一回抑えられたとはね、思いますけれども、この下げてくるとこはね、買い目線でいいんではないかなと思いますので、555円から585円の間ですね、ちょうど終値近辺、この辺りはね、基本的に買いでいいんではないかなと思われます。まず最初のターゲットは、この5月の高値ですね、675円、こちらが最初のターゲット。ここを抜けてくるとですね、チャートを週足の方にね、切り替えておりますけれども、この2011年ですね、2月の高値745円ですね、こちらが次のターゲットになってきます。ただ、週足見てもね、分かりますように、この5月の高値ですね、非常に上髭がね大きいですので、長いですね、上髭長いですので、この辺りから700円あたりですね、675円から700円あたりでね、目指していかれるといいんではないかなと思います。で、もう一度日足の方にね、戻りますけれども、下げてきてですね、今度は雲の上限とか、転換線とか基準線ですね、このあたりでね、しっかりとサポートしてくれればね、問題はないかと思いますけれども、このちょうど窓を埋めた後ですね、窓を埋めた後、この十字線というね、ロウソク足ありますが、この大体520円あたりを切ってくるとですね、せっかく出来高伴って全部上昇した分がですね、帳消しになってしまいますので、この500円割れるとね、ちょっと値幅的にも大きくなりますが、この520円あたりをちょっと割ってくるとね、警戒、一回ロスカットですね、耐えれる方はですね、このトレンドラインまでね、耐えてもらってもいいかと思いますが、ちょっと金額的にもでかくなりますので、また下げるようだったらね、切り返してきたところをまた狙っていかれるとね、いいんではないかなと思われます。では、以上で茅場の解説を終わりたいと思います。ありがとうございました。